お疲れ様です。こんにちは。ということで今日はですね、ちょっと今一人晩酌をしていまして、一人花金をしてました。はい、そうなんですよ。今日金曜日なんですよね。いやーマジで今週本当に長かったな。濃かった。マジで頑張った。そうなんかね、今週マジで忙しかったんですよ。まあ、仕事の方がね、なんかもう起きてる時間。何かしら仕事してたんじゃないかなっていうぐらい忙しくて、ちょっとそれは持ったんですけど、そんなに忙しくはないんですけど、なんかもう朝起きてから、なんか遅くまでずっと仕事してた感ありますね。はい。なんか僕が悪いんですけど、別に会社がブラックっていうわけじゃなくて、僕が勝手に追い込んでただけなんですよ。なんかさ、年末だし、そろそろ年末だし、ちょっと燃え尽きて終わりたいなと思って、仕事は一旦終わったんですけど、なんだろうな、ちょっと勉強とかしないとやばいかなって思って、退勤後に、夜7時、8時ぐらいから、カフェに行って、とりあえずカフェに行って、どんなに眠くても、疲れてても。で、カフェの閉店が、10時半とか11時とか、そんぐらいなんですよね。だから、まあ、とりあえずそこに行って何かしら、なんか作業をするみたいな、はい、感じのことをしてました。なので、本当に疲れた。ただ、本当達成感がえぐいんですよね。で、今日ね、金曜日なんですけど、さすがに疲れまして、疲労がもう蓄積されてまして、今日の普通にね、会社員の仕事が終わった時に、もう本当に燃え尽きちゃったんですよ。なんか何も動けなくなっちゃって、もうとりあえずベッドにね、気づいたらいて、しばらく動けなかったんですよね。で、ちょっとね、もう思考停止の時間があって、まあちょっと携帯いじったりとか適当にやって、なんか1時間ぐらいですかね。こう1時間ぐらいちょっとダラダラして、いやでも、これで終わるのか俺って思って、ちょっと悔しくて、一回、起きてですね、頑張って。で、カフェに向かいましたと。はい、いうわけでございます。で、まあなんとかさ、ちょっと寒いじゃん、外。もう12月とか寒いじゃないですか。だから、目も覚めてですね、無事。で、カフェ行って、ちょっとコーヒーを買って、目も無事覚めてですね、コーヒーのおかげでさらに。なんとか行けました。いつも通り。で、ね、金曜日なんで、最強じゃないですか。もう、無双してるんで、明日のこととか気にしなくていいんですよ、とりあえずね。寝坊とかは。なので、とりあえずなんかもう、徘徊するかと。はい、街を徘徊しようと思って、カフェが閉店した後には、とりあえずなんか散歩がてら、いろいろうろうろしてましたね。いや、めっちゃとか楽しかったですね。はい。なんか僕一人の時間とかも結構普通に好きで、一人でなんかパンケーキ屋さんとか入れるぐらい、一人大丈夫なタイプなんですけど、なので全然まあ寂しいのもあるんですけど、ぶっちゃけね。ということで、まあ、それで無事帰ってきまして、だから散歩がね、ちょっともう、ストレス解消も兼ねて、まあ、散歩してたんで、結構な、帰るの遅くなっちゃったんですよ。もう帰宅時間が夜12時とか、日越すぐらいになっちゃって、そっからお風呂入って、で、鍋作ってって言っても、もともとあったやつを、作っただけな、煮直しただけなんですけど、いやー、お腹も空いてたんで、もう本当に染みましたね。超冷えてたんで、体も。そう、長いこと散歩してね。はい、そうなんですよ。いやー、いいですね。でもなんかこれをね、ちょっと続けたいですよね、なるべくは。まあ、一旦ちょっと土日なんで、ちょっとゆったりさせてもろて、来週またなんか頑張れればなぁとは思います。はー、いやー、長かった。いや、そうなんですよ。ワインも僕最近ワインハマってるって前回の動画でも言ったかもしれないですけど、先週めちゃめちゃワイン飲みすぎて二日酔いになったせいで、なんかもうお酒いいやってなっちゃったんですよ。ただなんかいい加減ちょっと飲みたくなってきてですね、今日まあ一週間頑張ったご褒美っていうことで、ワインを、はい、購入いたしました。はい、ちょっといいやつ買っちゃいました。まあいいでしょうってことで、飲みにも行ってないし、飲み代がかからんかったと思えば全然ワインの1本2本安いでしょっていうことで言い聞かせて買いました。はい、ですね。今日はそんくらいですね。マジで平和な花金というか、平和な花金？頑張った花金か。
充実した花金でございました。いやよかった、マジで。やっぱさ、週半ばが一番きついんですよね。火水あたりね、本当にきつかった。頑張った、よし。はい、今日はとりあえずご飯も食べて、もういい感じにもうふわふわしてきてるんで、もうこの動画終わったらもう寝ます。はい、寝るのが楽しみですね。今日はぐっすり眠れでしょう。はい、よし。では、ゆめさん、今日はもう中身ゼロやな今日、まあ、いつもゼロかもしれないけどということで、ちょっと頑張ってきます。はい、じゃあまた皆さん、おやすみなさい。皆さんもお疲れ様でした。じゃあまた来週、バイバイ、またね。